ケージャンあるいはケージャンとは、祖先が北米東部のアカディア地方に入植したフランス人の直系でイギリス人によってアカディアから追放された後、最終的に主にアメリカが州国ルイジアナ州南部に永住した人々を指す。アカディア人を意味する英語、アケーディアンからケージャンに転じた。音楽分野でケージャンという用語は白人がアコーディオンなどを演奏する音楽の一。 分野を指している。ルイジアナ州の赤く塗られた部分がアケディアナの22軍。ケイジャンの多くがここに居住している北米アカディアのフランス系住民は18世紀半ばに英仏が戦い、イギリスが勝利したフレンチ・インディアン戦争の結果、イギリス国王に対する忠誠表明を強いられたが、それを拒否したため、英国植民地に強制追放され、一部が元フランス植民地で、 スペイン領となったルイジアナに分散して移住した。ルイジアナ州のニューオーリンズ及びルイジアナ州南部のアケディアナと呼ばれる地域に定着した集団がよく知られている。1990年の国勢調査では、ケージャン人口はルイジアナ州で43万人、米国全土で60万人であった。多くのケージャンのコミュニティでは、 現在でもケージャンフランス語と呼ばれる独自のフランス語方言が話される。この言語はフランス語アカディア方言をベースに、フランス本土のフランス語、フランス語のケベック方言やハイチ方言、ハイチのクレオーリ語である、ハイチ語、インディアンの諸部族の言語やスペイン語、英語の語彙の影響を受けている。アメリカ合衆国の政策による英語教育以降は、ケージャン英語と呼ばれる、 フランス語の影響を受けた英語の方言が第二言語として、より若い世代のケージャンには第一言語として話されている。ジャンバラやケージャン料理とは、基本的に地元で手に入る食材を生かした素朴でシンプルな庶民の料理である。玉ねぎ、セロリ、ピーマンを炒めたものを料理のベースとすることが多く、これはフランス料理のミルポワと関係がある。パンや、 コーンブレッドも食べられるが、主食には米を多用する。ケイジャン料理の中では、肉や野菜などの具が入り、チリペッパーなど香辛料が効いた炊き込みご飯、ジャンバラヤや、刻み野菜と魚介類、鶏肉、ソーセージを煮込み、フィレパウダー、またはオクラでとろみをつけた、ガンボなどがよく知られている。エビやカキ、カニを中心に、魚介類がふんだんに使われることが多く、 また、ケイジャンは長い間自給自足せざるを得なかったため、ザリガニやアメリカアリゲーター、カエルといった土着の食材もよく使われる。より都会的で洗練されたニューオーリンズの伝統料理、クレオール料理とは、基本的な素材や聖なる三位一体をはじめジャンバラヤやガンボなどいくつかの料理を共有するため、ルイジアナ州の外では、ケイジャン料理はしばしばクレオール料理と混同される。 ことが多い。ケージャン料理の方がやや辛めであり、伝統的なケージャン料理には、高価な材料やフランス料理の技法が使われることは、まずない。トマトの使用など、イタリア料理の影響も少ない。ケージャン料理は、大体において、庶民的であり、主菜を料理する鍋、主食を調理する鍋、旬の野菜を調理する鍋の3つがあれば食事ができると言われる。 ケイジャン音楽はもともとはアカディア人の伝統から発展した音楽の一ジャンル。当初はフィドルが優勢を占める楽器であったが、次第にアコーディオンが注目を浴びる楽器となった。黒人が同種の音楽を演奏するジャンルをザディコと呼ぶ。ありがとうございます。